アダルベルトペニアランダ・マエストレは、ベネズエラ・メリダ州出身のサッカー選手。ブルガリアのクスカ・ソフィア所属。ポジションは FW、ベネズエラ代表。2013年26歳でプリメーラ・ディビシオンのデポルティーボ・デグアイラのトップチームに昇格し、8月11日のデポルティーボ・タチラ戦でプロデビュー。2014年2月23日のカラカス FC 戦で、 プロ初ゴールを記録するなど、重大ながら、有望株として注目されたペニャランダに、ヨーロッパの各チームも注目し、2015年6月16日の、イタリアのウディネーゼ・カルチョが、ペニャランダを獲得した後、ローン遺跡で提携チームにあたるスペインのグラナダ CF に送られた。B チームで3得点を決めた後、11月22日のアスレティック・ビルバオ戦で、 年間のトップチームデビュー。12月12日のレバンテ UD 戦では、プリメーラディビシオン初ゴールを決めた。2016年2月1日、グラナダと同じくウディネーゼの定型チームにあたる、イングランドのアトフォード FC への移籍が決定するも、シーズン終了までのローン移籍という形で、グラナダに残留。毎年のように一部残留争いを繰り広げる。 グラナダの苦しいチーム状況の中、ペニャランダは5得点を決めるなど前線で奮闘し、グラナダの一部リーグ5年連続残留に貢献した。2013年のプロデビューと同時に、ユース世代のベネズエラ代表に招集され、2016年には18歳で、早くもフル代表に招集された。ありがとうございます。